いいこんまちんは。ちっちゃじいことひとでございます。久しぶりでございます。エビジョン2では、ちゃんと、やってますよね。ちなみに7月1日、誕生日です。2020年7月1日。7の1。はぁ、あ。もう、とうとう45です。4、まあ、ちなみは40と5です、みたいな。うん。まあ、そんな感じですよね。まあ、お年寄りです。で、ここ最近サポってた理由は、あんまりないです。 まあ、あとすば、キャラマンストーリーズにハマりました。ずーっとやってます。うん。強くならないけどね。あとね、700ぐらいで10万人いきます。ビビ。嬉しいですね。きリーです。もうちょいなんですけど、ほんのちょっとなんですけど、うん。って言われた言葉が、課金すればいいんじゃないのうん、そうだね。でもね、課金するようにね、課金するなら、まずはじめに僕は思った。何をとか。わかるかな iPad mini 5が欲しい。うん。ゲームするのはそっちの方がいいです。いや、もうあるんですけどね。あの、ただ、あのー、あの、今、あの iPad mini 4だったら、落ちる落ちる。iPad mini 5であれば、4だったら、落ちる落ちる。アプリがね。まあ、別に他のアプリは落ちないんですけど、キャラバンストーリーズは落ちる。で、iPad mini 5の方が落ちにくい。うん。で、今はなんで iPad mini 5がって言ったかというと、私はもう1台欲しい。その理由が。 YouTube を見るためではないですまあ、ぶっちゃけ言うとの、ゲームをしながら、まあ、他のことをすると、あれそれはあんた、iPad Pro あったよねって、iPad Pro 今あの漫画用です。漫画読んでます。だからあの、Twitter 見ていただければ分かる通り、結構新しめのものを読んだりとか、古めのものを読んでたりとかって、古いのは何だろうが、とりあえず紹介してます。一回読んだら。うん。なな感じなんでちょっと とー、他のこともしようかな、みたいな。あの、ぶっちゃけあの、1個でもできないことないんですけどね。まあ、うちでって、iPad Pro 11 2018年度版のやつが1個と、iPad Mini 5が1つ、iPad Mini 4が1つ、スマホ、Xperia なんじゃだっ,っけ、1 Mark i が1つ、そして、あとなんだ、iPad Mini 2が1つ、<laughs> 2って <laughs>。うーん。あと、 エクスペリア Z4 のタブレットが1個にアマゾンのあれ多分2017年16年の80のタブレットだからやろうと思ったら別にそんなのなくてもいいんですけどあのー、ちょっとねうんキャラバンストリーズはちょっとあのもう一キャラ作りたいなーっていうのがあるんですそしたらやっぱりおあんまり落ちにくい4の方がより5の方が落ちにくいんで 多分、CPU、あの、A8 の iPad mini 方より、A12 の方がいいかな、みたいなね。うん。で、一番落ちないの本音言ったら、あの、エクスペリアです。エクスペリアに勝てないです。うん。一番さ、そこまで行くと、あの、パソコンの方が落ちないですけど、パソコン持って歩けるかって。う <laughs> はっきり言って。うん。そう思ったら、やっぱり、そういうので考えたら、やっぱり、うん。 iPad mini5 が欲しいかな。で、2日か3日前まではね、うん、Amazon じゃなくて、Apple で、あの、1回、あの、ね、返品とかいろいろあった機種を、メンテナンスしてまた売るところがあるんですよ。うん、そこのところを見てたら、あの、38,800円だかってあったんですよ。それ欲しいなと思って言ったら、今日言ったらなかったです。iPad はあったんですけどね。 いやあんまり大きくてもしょうがないです、うんあのね。ちっちゃくてもしょうがないんだけど、大きくてもしょうがないです。これはあのちょうどいい形が手に持てる軽いサイズ。もしくは横に置いてポンポンポンって押せるサイズ。スマホだと落ちにくいのが分かりました。なので、却下です。やりました。うん、ぶっちゃけ、エクスペリアの細長くてこんな感じですけど、押しにくいんです。うん <laughs> ちっちゃいんです。細長いでしょ普通だってこのぐらいのスマホの画面をほ 横だけ長くしたみたいな感じで、押しにくいボタンが、うーんスマホがちっちゃいからね。うーんで、iPad mini とあのと7.9インチのちょうど長方形、ただ欠点あります。あの、スマホが長いんで、あの、いろんなキャドが出すときにいっぺんにダンって、うーん123の1、まあ、8×3 ぐらいがドンって表示されるんですけど、iPad mini5 だと、 3かける3かな。うん、しかし表示されないんで、横幅がないんで,、うん、で。こんな感じの大きさなんで、全体的がは大きいんですけど、このアイコンとかいろいろな、ちょっとちっちゃいみたいな、うん、横幅が、惜しいなぁ、もうちょいだなぁ、って感じで思いますけどね。だからもう一個欲しいんですよ。ちょっと小さめの中間ぐらいので、いっぱい表示されるようなのが欲しいですよね。そういう設定がないんで、しょうがないです。うん。あったりして。<laughs> ね、そんな感じで、まあ。 欲し,いっちゃ欲しいけどうん我慢かなうんという感じでありますまあ誕生日なんでね1個ぐらいは中の欲しいものあちなみにあのー、給付金10万円は何に使ったかというと同市民税に払いました6万6600円です <laughs> なんかもう悲しいですね、残りは灯油代ですで、悲しいですね生活にちゃんと密着して払いましたうんまあその分 まあ第2期、第3期、第4期払わなくていいんですよね。まね、あ。それも貯めとかないといけないんですけど、どっちにしてもね。うん。今度は止めといて、あのー、来年の6月だったらまた、ドンっていっぺんにという予定なんですけど、どうでしょうね。うん。プレスファイも欲しいですけどね。でも欲しいゲームが全くない。いびっくりしましたあの見てて、欲しいゲームが全くないってどういうことって。うん。ただの、デビジョンの性能もあるだろうっていう、過程のもと欲しいなって。 速度が上が上あの、ロード時間の速度が上がればあ、いいかなってだってこれがちょってとあの介護官であのプレステ5でプレステ4のゲームがあの、最適化されるらしいという,うーん感じでねうんで、ちなみにあの、まあ、さっき言ったキャラマンソーリーもそうだけどあとコロナもどうでもいいですでさアラート鳴らさないし東京はうーんだってさ505050 50 50続いてんのに あの今、選挙あるからって、絶対確実に選挙あるからって、なあれは、ね、今やっちゃったら、選挙できなくなっちゃいますもんね。だって、家出るなっていうのに、選挙どういうことってなりますよね。うんまあ、郵送にする選挙もいいんだろうけど、なんも考えないからね、そこまでね、まだね。うん、ね今、コロナの影響。とかね、コロナもね、ワクチンさえできれば、あの普通の病気と変わんなくなっちゃうんで、あとは、まあ頑張ってください。うん医療関係の人たち、しか言えないですもんね。 うん、一般の人が何が力になれるかというとあのなれないです。なれとすればあの寄付金でお金を持っている人が寄付する程度のものしかねまあビビったるもんでもっ言えますよね。うん、そういう感じで思いますちなみにあのねここ数自分の的にあのニュースになっ,ちゃってもいいかな、ね、ピカーとか言ってしてもいいかなっていうのがあれば。 まあ、iOS が14人になったら時に iPodTouch iP やりますねあの音楽聴くやつこれ,これがちっちゃいやつこれよねあれがあの翻訳もできるらしいんですよこの精度の高いらしいですってことは2万円で翻訳機ってことはあの今万3万三万で売ってる翻訳機あるじゃないですかあソフトネ,ネクストで3万ぐらいだとか うん、しかもオフラインでできるっていう話だったらあもうかかんないじゃんかねこれはいいじゃんっていうことでこれからあのー、そっちの方のものが売れなくなるんで大変だよねってただ精度がどれぐらいかわかりませんけどねそれとかねただあのー、あとアップルの方であのー、CPU があのー、今までのあのー、A12 とかあるじゃないですかあ,あっち系の CPU にするんじゃないかとか,だからねうん,なんか言ってるような気したけどね インテルかわいそうにみたいな思いますけどねどこまでするか分かりませんうん全部なのかあの一部商品なのか知らんけどねデルマでは何も言いまわせん、ね、本音言ったらだってこ企業ってコロ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 買うでしょうんそう思ったらね何とも言えないですけどねうんでちなみに今もうずっとデビジョンやってますけどデビジョンの2うんメタレタルスが頑張ってますよね応援、うん、してくれて嬉しいですうんあとからのコメントをくれるのも嬉しいです 別にあのライブで流したやつは無言ですから僕無言でもないのかなんかボソボソクソクソしないしないあれやしか言ってないが消すけどうん誰かいればそれで喋るんだろうけどねだめなんでうんお静かにっていう感じで静かにしないといけないのかもしれないがまあその味でねのんびりやってますよねなんかあればコメント何何何してくれるとね嬉しいですうんゲームそっちのけで話したりとかしますかねうん相談事とかねあのちょっと気になってこっちこっちどっちがいいっていうのもいいです んちなみにあの動画はいっぱい撮ったような気がするんですけど、エクスペリアはマーク2で撮ったの、どこにあんのフォルダ <laughs> っていう状態ですからね。うん、ちなみに今撮ってるのは、あのー、前のエクスペリア、なんだっけ、なんだか Z1? <laughs> うん。XZ1?ZX1? わからんけどね。うん。3、4年前の棋士ですけどね。そっちでまだ普通に撮ってもらうと、あーって感じです。 うん、まあそんな感じなんでただあのー、仕事の方はね1人来週入るらしいんですけど俺はちょっと前と同じパターンであの接してくれるようだったらまあ相手武闘派なんでボクシングやってるんで、うん、軽くちょっとこう,こうやってやるでも向こうが軽くなるそれで、ね、こっちはあのあざできますからね。もう新しく 新しくまた入ってきたときに同じことやるようだったらこちらも徹底で抗戦しますよね。うん。まあやめるかもしれない,い。めんどかったらやめれますけどね <laughs>、うん。はっきり言って。あまあ開発もしますよね。無理やり。うん。ねだってね会社ではね対応してづなかったらそあのローム行き方するんでいろいろありますからね。うん。うん、まあそんな感じなんで、ね、とりあえずは体的に結構この一年半一年三ヶ月か四ヶ月ずーっとあの人がいたら。 人数足らないうちでやったんで、結構ガタ来てます。ああ、がただけじゃないんですよね。うん。今日もだって、無理やりや、仕事させられてると思うなもんですからね。うん。あの、社員じゃないです。<laughs> パトート、パートの人に。もっと早くやってくださいって。えいや、早く疲れるじゃんって。疲れるから、寝ちゃうじゃないかって。うん。ね、仕事中じゃないですよ。あの、家帰っちゃ。そう、ぶっちゃけ家帰ってきて。今日七時。夕方七時頃家つい。 で俺記憶に思えてんの10時ぐらいまで多分7時から8時の間にクイズなんか見てるうちにパタっていってまあ8時でいいです9時23時間寝てたもん寝てましたもんねおろおろおろって疲れてんだなって感じますうんだからどうなるかわかんないですよねまあ平穏無事に塗るのが一番ですうんまあそんな感じです 頭、何、まあ、もないですよね。まあ 45? うん。体を気をつけないといけない年頃ですからね。年頃って。笑うしかないですけどね。うん。あとは、あと15年ぐらいしたらぽっくりきるやうな気がしますけどね。まあそれはそれとして。うん。えー、健康の時にぽっくりくんは一番です。あの動けなくなって、あの、いや、ほ動けなくなった本人たちから軽く聞いた時には、 僕結構あの年上の試合いいたんで話聞いてみると動けない体動けない頭は動くんだけど体とか動かなくなっちゃうと足まず足動かなくなるだけでもやる気なくなるしなってだからイライラしてあの物に当たったり家族に当たったりするんですってやっぱりうーんいやーってだからもうっていう人もいるわ体動かなかなったらもう何にもできなくなっちゃうとかね うん、で行きたいとこだと仕事を具合悪くなってやめて一応そういう具合は治ったんですけど体が動かなかったです今度だから行きたいところに行けない行きたいこともできないやりたいこともできないそうなる前に仕事はある程度セーブするものを選んだ方がいいと僕は思いました、まあ、僕もそう思いますよねだからこの1年3ヶ月4ヶ月結構無理しましたよねガタが来てます ちょっっととのんびりとーって感じもしますよ、ねうんまあ徹夜続きに近いようなこと生活してるからね今年になってもね普通だったらあのー、もうね、年配のもうじじいですからねうん知り合いっぱいあってねじじいですからまあ8時間10時間寝た方がいいのは知らないけどいまだに34時間しか寝てないからねまあそんなようなもんで、うん、今後とも、ね、のんびりやってますが期待してくれ期待してば あーないかもしれないけどん、見てくれると嬉しいです。これはあのー、終わるわけではないので、続きますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録していただくれると嬉しいです。では、さよなら。パーンとか言ったいいんですよね、何にもないです。じ <laughs> ゃ、うん、どうも